今回紹介するお店は福井県入郡越前西田中にある地元の人たちから愛され続けているファミリーレストラン米屋です。店内はテーブルが3席、座敷テーブルが2席、カウンターが5席あり、こじんまりしたお店です。お昼時や夕方にはたくさんのお客さんが来店してきて、賑やかになります。お昼時はサラリーマンの方々が多く、夕方、土日は地元の方々で賑わいます。ファミリーレストラン米屋は、様々な種類の定食などをはじめ、比較的低価格で料理が楽しめるおすすめのお店です。卵カツ丼セットを注文しました。セットの麺類はラーメン、うどん、どちらか選べます。いただきます。シャキシャキで新鮮なサラダからいただきます。ラーメンはあっさりした醤油味、具材はわかめとネギの実とシンプルですが、ミニラーメンという割には量が多くて美味しいです。サラリーマン時代には旭町に来ると必ず米屋に来てました。久しぶりに卵カツ丼セットのラーメンを食べましたが、やっぱり美味しいです。普段はカツ丼はソースカツ丼を食べることが多いのですが、米屋さんの卵カツ丼はカツが肉厚で出汁が美味しいので、いつも卵カツ丼を食べています。最近はトロトロ卵かけの卵カツ丼が多くなる中、米屋さんの卵カツ丼は昔懐かしい感じの卵カツ丼なんです。お肉はしっかり歯ごたえがあり、噛むと肉の旨味が出てきます。夕方5時に来た時は家族連れのお客さんと私だけでしたが、食べてる間にも家族連れの方々が来店してたり、テイクアウトの弁当を買いに来るお客さんでにぎわっていました。アットホーム的なファミリーレストラン
米屋に来てみませんか。落ち着いた雰囲気と温かみのあるお店ですよ。最後までご視聴ありがとうございました。